日本埼玉県川口市芝園町芝園町は埼玉県川口市の町名。郵便番号は333-0853。埼玉県川口市の西端に位置し、戸田用水が流れる。町の中には大規模団地の芝園団地がある。町の大半が団地やその他の集合住宅が占めており、一戸建ての民家は極めて少ない。住民の生活圏では、 JR 東日本わらび駅の周辺地域であるわらび市中央や道、北町などと深い結びつきがあり、わらび駅とは北町新通りで結ばれている。人口は3818人で減少傾向にあり、2008年には児童数の減少により、川口市立芝園小学校が並行し、さらに同様の理由で2013年に川口市立芝園中学校も並行した。 二千二十年一月一日現在、芝園町には二千九百七十六世帯五千五十八人が居住している。そのうち外国人人口は二千八百八十一人である。すなわち芝園町の総人口の五十七点零パーセントは外国人であり、そのほとんどは芝園団地に居住する家人である。川口芝園団地に居住している家人の多くは、 1980年代後半から1990年代にかけて留学生、修学生として来日したニューカマーズである。大学や大学院を修了し、専門的な知識や技術の習得を経て、長年にわたって滞在しているものが多いとされる。2003年の調査によれば、芝園団地の過人ニューカマーズの在留、大学卒以上の学歴を有する者が90%を占め、 多くが技術的職業に従事している。2015年には中国人世帯数が日本人世帯数を上回った。当時34歳の男性が2014年に移り住み、自治会に加わった。防災が共通の関心事だとつかみ、防災教室を開いた。行事に誘って顔見知りを増やしながらマナーも呼びかけた。それ以前はゴミの分別や 会話の声の大きさなど自治会へ苦情が寄せられたり、中国団地といったネット上の悪口が飛び交っていたが、これらの活動により苦情は減り、ネット上の中傷もやんだ。芝園団地の自治会は2015年度に初めて中国人の役員が誕生した。高齢化と国際化を応援したいと、大学生のグループ、芝園け橋プロジェクトもできた。市の協力を得て、 中国語による情報のネット配信も始まった。2018年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。柴園公民館鉄道は当地を通っていないが、隣接する柴、塚原、柴西、柴戸井の爪、め、新町を東北本線、高崎線、京浜東北線が通っている。 ありがとうございます。